ニュースマグビです。67歳の清水邦明さんが4度目の結婚をしていたことが明らかになりました。42歳の奥さんは妊娠中、記者の直撃に対して清水さんは、3回も嫁さんに捨てられた男の前に来てくれた君は天からの授かり物だって口癖のように言ってるんですと笑顔で話してくれました。清水さんにはすでに孫が4人いますが、その孫よりも11月に生まれる子供の方が年下になるんですと語っています。幸せオーラがにじみ出ていますね。紀州のドンファンと呼ばれ、美女4000人に30億円を貢いだと公言して話題となっていた実業家の野崎浩介さん。24日に急死した野崎さんの遺体からは大量の覚醒剤が検出されました。2月には55歳年下の S さんと結婚したばかり。実は野崎さんが可愛がっていた愛犬も5月6日に死んでいました。関係者によると、抱いていた野崎さんの腕や胸に傷ができるくらいもがき苦しんだ最後だったとのこと。警察は野崎さんが死亡した経緯について慎重に捜査を進めています。グラビアアイドルの夏木結衣さんが5月20日にブルーレイ、DVD、ほらね夏が来たをリリースしました。会社の後輩と出張で南の島へというシチュエーションを描いています。大学卒業後、一度は OL として働いていたという夏木さん、若いうちにやりたいことをしようとグラビアアイドルの道へ進むことを決意したそうです。2017年12月にファーストイメージを発売しデビュー、今回は2作目となります。すでにドラマにも出演、今後注目のアイドルです。雑誌のニュースを動画でチェック。ニュースマグビ。